お家に帰ってきたようなそんな気持ちになっていただきたいと思ってますので、お帰りなさいと言葉をかけて過ごしていただいてますね。新しい宿場町の形として楽しんでいただけるようにご案内してます。姫様が矢掛本陣に泊まられた時に、ゆべしは大層気に入られておかわりをされたと聞いております。結んだゆべしはその人と人とを結ぶっていう意味を込めて、一つずつ心を込めて結んでます。本陣と和気本陣、この2つが国の重要文化財になって、現存していると。これが矢掛の最大の特徴ですね。江戸時代、明治、大正、昭和の家が全部並んで存在していると。今現在その中でみんなが住んでいると、生きた町だという、その点が一番の特徴だと思います。Stop!